氷閣、董卓、呂布、袁紹、そして今ここに豪雨打つ諸葛亮、周囲、貴様らの命運もこれまでだ。慶州への南下を図った曹操軍は逃げ落ちる劉備ら一行を追撃し、その討滅に成功する。かくして一人の英雄が消え、曹操は河北から南へと進出する足場の獲得を果たした。中原の最大勢力となった曹操が次に目標としたのは、孫一族が治める江東の地だった。水戦を得意とする呉軍に対抗するべく、曹操は玄武地を作って水軍の調練に励んだ。建安13年、曹操は万全の態勢で水戦に臨む。迎え撃つ孫権は周瑜らと謀り計略を巡らせる。曹操の野望を乗せた大船団はこれを打ち破ることができるのか。諸葛亮を狙え。南西に祈祷所があるはずだ。奴の計略を未然に防ぐのだ。楽しもうぜ。
湘南の風。諸葛よ、やつは鬼人か。御軍反撃を始めました。おざいな。なんでこんなに強いやつだったとかな。一丁上がりだぜ。これを取るな。あの者も遅れを取るな。命を無駄にするとはな。ここは引くが上策のようだな。我らも遅れを取るな。
だぞ。自重せよ。では、一勝負といきましょうか。
兄上のようには戦えぬのか。